ロド線、正式にはビスロジウムは RH2 の化学式を持つ化合物である。分子はロジウム原子がシクロペンタジエニル管として知られる五炭素からなる2つの平面に挟まれたサンドイッチ化合物の構造を持つ。ロジウム、炭素間に共有結合を持つ有機金属化合物である。RH2 ラジカルは摂氏150度以上かまたは 液体窒素で冷却トラップした際に見られる。室温では1体のラジカルが結合して2両体となる。2両体は黄色個体で2つのシクロペンタジエニル感同士が結合している。有機金属化学の歴史において19世紀の最前、ジオの発見とルード一ヒモンドによるテトラカルボニルニッケルの発見は当時理解されていた科学結合モデルへの修正を迫った。 ロドセンの鉄のアナログで、初めてのメタロセンとなるフェロセンが発見されると、このモデルはさらに修正を迫られた。ロドセンの一家のヒイオンであるロドセニウムやそのコバルトや、イリジウムのアナログ等のアナログ化合物と同様に、フェロセンは、科学的に異常に安定であることが発見された。このような有機金属化学種の研究によって、これらの形成と安定性の両方を説明できる。 新しい結合モデルが発展した。ロドセニウム、ロドセン系を含むサンドイッチ化合物の研究により、ジェフリー・ウィルキンソンとエルン・ストット・オフィッシャーは1973年のノーベル化学賞を受賞した。その安定性と合成の容易さのせいで、ロドセニウムジオは常に不安定なロドセンや地漢ロドセンの合成の出発物質となっている。当初の合成は、 シクロペンタジエニルアニオンとトリスロジウムを用いたものだが、その後、基礎酸化還元トランスメタル化やハーフサンドイッチ化合物の栓具体を用いるもの等、多数の合成法が報告されている。オクタフェニルロドセンは、大気中ですぐに崩壊したものの、室温で管理された初めてのロドセン置換体である。 X 線結晶構造解析によって、オクタフェニルロド線は、ねじれ形廃座を持つ、サンドイッチ構造であることが確認された。一電子間現在として有益なコバルト線と異なり、利用できるほどの安定性を持ったロド線の、誘導体は未だ発見されていない。ロド線化合物の医学用途への利用が研究され、ロド線誘導体を 小さな癌の治療のための放射線調剤として用いる可能性が報告された。ロド線誘導体は金属金属相互作用を研究するための結合メタロ線の合成にも用いられる。分子エレクトロニクスでの利用や触媒機構の研究への利用も提唱されている。ロド線の価値は直接の利用というよりも著名な科学系の結合や力学に関する洞察を 与えてくれるところにある。ありがとうございます。